参加してます。レインボースターイベントを参加しております。 もうありがとうございます。皆さん、ちょっとなんか口がね、乾燥してるんですよ。今日乾燥しすぎてね、やばいんですよね。どうしたことやらっていう感じで、もう一回ちょっと塗り直そう。乾燥が気になる。よいしょ。ありがとうございます、皆さん、本当にありがとう。よいしょ。待ってね、待ってね、どこまで読んだっけ。 ありがとうございます、ありがとう。モリシンさん、こんばんは。こんばんは。アニメの声優さんが決まったんだね。すごいね、おめでとう。ありがとう。深さんもありがとうございます。ありがとう。よかったよ、本当によかったよ。ヘドウィグさん、おめでとう、ありがとうございます。山田子さんもありがとうございます。サワムさんもありがとうございます。マリンバさん、大輔さん、ありがとう、ありがとうございます。もうね、本当に本当に皆さんのおかげだよ。ありがとうございます。ともさん、2度目の訪問ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。土方さんもありがとうございます。大チェルソンさん、フォローしました。おお、フォローしました。 皆さんね、本当にありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さん、こんばんは。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。なんとですね、テクノロイドのオーディションに、参加してたと思うんですけれども、ショールームイベントのテクノロイドのオーディション合格しました。無事 無事合格しました、皆さん、おめでとう。ありがとうございます、本当にありがとう。サワムさん、ありがとうございます。ありがとう。頑張ったって書いてある。 ありがとう、本当にありがとうございます。ねえ、増田さんもありがとう。ファイト一発ありがとうございます。グーさんもお疲れ、グーさんもお疲れ、本当にありがとうございます。ありがとう。マリンバさんもバラありがとうございます。バラの花束ね、ありがとうございます。あと、サワムさん、虹もありがとうございます。あれ、虹出たっけ。出た？で、いつの間にか出てた気がする。 ありがとう。ジップ めちゃくちゃ遅延したジップを送ります。 ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう。あと、モモンガさんもパタパタちゃん、ありがとうございます。ありがとう。いやね、本当に本当にありがとうございました。あ、ジップありがとう。 ありがとう、ジップ。大チェルソンさん、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。ありがとうね、本当にありがとう。ジップジップ。有丸さんもバラありがとうございます。いやね、無事ね、皆さんがつないでくださったバトンをゴールに届けることができました。本当に本当にね、皆さん、2週間、約2週間、そしてね、応援本当にありがとうございました。無事合格しました。本当に嬉しかった。 グランプリおめでとう、ありがとうございます。本当にね、本当にね、もうまさかのまさか、もうびっくりしました。ね、もういろいろ語ると、いろいろ語るとね、待ってね。お、ブラウニーさん、虹の星ありがとうございます。虹の星ありがとうございます。あと、ブラウニーさん、パタパタちゃん、ありがとうございます。パタパタちゃん、ありがとう。埼玉のおじいちゃんさん、なんだったっけ、パタパタちゃんだ。パタパタちゃん、ありがとうございます。あと、かぼちゃちゃんもありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうね、いつもありがとう。そうだね、オーディションどこから話したらいいんだ。あ、46位、ありがとうございます。ありがとう。どこから話したらいいんだろうねっていうのが分かんないけど、まずはそうだな、最終審査が終わった後の話からした方がいいのか。終わった後はね、本当に、なんていうか、とにかくね、1位をいただけて嬉しかったのと、あと最終審査だよね。もうそれですごいね、もうね、本当にね、眠れないぐらいドキドキしてた。 でも眠らないとさ、体力も回復しないしっていうことで、とりあえず、ね、寝たんだけどさ、で、その後だよね。その後は、どんな、ね、役が回ってくるかっていう、ね、ことが分からなかったので、当日まで分かんなかったから、どんな役が来るか予想とかしつつ、予想、そうだね、とにかく予想して、あ、どんな役が来そうとか予想して、とにかく
まあなんだろうな、まあ、テクノロイドに出てきそうな感じの、キャラクターをちょっと予想しつつっていう感じで役作りしてました。勝手にもうその役がね、あの決まってるわけじゃないけれど、それを想定してちょっと考えてた。もうずっと考えてっていう感じで一日過ごしてました。そうだったんだ、うん、そうだったんですよ、そうだったの。お、那覇庵さん、そして、松坂佐藤さん、大輔さん、カウントありがとうございます。ありがとう。あと、松本坊さん、桜本さん、沢ムさん、ありがとうございます。星ありがとうございます。すごい、台本ないのに役作りしてたんだ。そうですね、私はね、あの当日配られた台本とかを読解するっていうのがね本当に苦手だから、それをもう想定するしかなくて、想定しても外れたら外れたでしょうがないけど、あ、こんな役来るかもなと思っていろいろ練習してました。でもうね、でももう本当その日はね無理やりもう寝ました。もう眠れないけど、もうド緊張しててやばかったけど、その最終審査が終わった次の日はちゃんと寝ました。寝た。せっかくなのでイベっぽく3周、ありがとう、サワムさん。大丈夫だよ、ありがとうね、ありがとう。ジップありがとうありがとう。松本坊さん、パタパタちゃんありがとうございます。ありがとうね、パタパタちゃん。そしてりっちゃまさんだ、さっきのね、虹はりっちゃまさん、ありがとうございます。ありがとう、うん、本当にありがとうございます。そっかそっか、もう本当にあのこのイベントも頑張ってくださってる、本当にありがとうございます。大丈夫なんだよ、大丈夫だよ。でも本当にありがとうございます。嬉しい、気持ちが嬉しいです。ありがとう。みえちゃんも流れ星ありがとうございます。ありがとうね。まあそんな感じでちょっと一旦お話ししようかな。どうしよう、あ、ここまで読んじゃうか。みえちゃんハートありがとう、ハートありがとうね。あと埼玉のおじいちゃんさんもね、バラの花束ありがとうございます。ありがとう。そして松坂佐藤さんありがとうございます。パタパタちゃんありがとうございます。そう、そんな感じで当日までアニメの情報もらえなかったの。そうなんだよ、そうだからちょっともうね、予行練習というか、もう想定してやるしかないと思ってやってて、でもその日はね本当に早く寝ました。時間帯とかも、オーディションの時間帯とかもねだいぶ早かったから、寝ないと頭のね思考が追いつかないからっていう感じでとっとと寝ました。うん、アルさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。でそれで審査が始まってね、まあいろいろ、まあ審査の内容とかは言っていいかわからないから言わないんだけど、まあでもやっぱりセリフはあったので、まあセリフはね、まあいろいろまたこれまたね考えたんですけど、考えたんだけど、でも全然なんていうかね、自分はあの審査が終わった後はすごいね、なんかその自分が演じたキャラクターとか役作りとかにすごくなんか満足した結果になってて、自分はなってて、だからそれがあの結果が届いた後に、審査員の方からのあのなんていうか、役作りがちゃんと役に合ってたって書いていただけたことがねすごくね嬉しかったです。なんていうか、この練習をなんかした甲斐があったなというか、ごめんね言葉下手でごめん、悔いはないって本当だったんだ。そうですね、本当に悔いはなくて、その役作りとかその出演したい気持ちとかが本当に無事に審査員の方に届いてたのが嬉しかったし、まあなんていうかもうね、もう本当にチャンスってないんですよね。もう最終審査まで行くのも声優さんに限らずねすごく大変だし、選ばれるのなんてもっと大変というか、もう二度とない機会かもしれないから、まあ、この機会をね無駄にしたくないというか、伝わったのね。そうですね、ちょっと改めて見てみようちょっとごめんね、もうなんていうかね、1日経ったんだけどまだなんていうかいろんな気持ちが込み上げてきてて渋滞してるんですよ。だからもう本当に
いろいろまだ思考が定まってないというか思いがねもうありすぎていろいろまとまらない部分はあるんですけど、ちょっと一旦またコメントを確かめに行こうもうねこの審査員の方からいただいたコメントが嬉しすぎて何回も見に行っちゃうんですよね。人の夢が叶うってこんなに素敵なんですね。今ほんまに泣いております。大ジェルソンさんありがとうございます。そうなんですよね、皆さんがね、なんというかもう運が良かったというか、だってさ、私がショールームをまずやってなかったらここまで来てなかったわけだし、まあ、ショールームをやるきっかけとなったのがボイスラボさんなので、ボイスラボさんに入所してなかったらまたこんなことにもなってなかったしっていろいろ昨日の夜は考えてた。うん、何回も見たよ自分もね、何回も見ちゃう。こんなにだって言葉でそんなすごい方に評価していただくっていう機会とかも本当にないからさ、こんな貴重な機会ってないから本当に嬉しかったです。もう言葉のすべて、一文字一文字すべてがもう嬉しくてね、見ちゃうよね、見ちゃいました。何回ももう一回見よう。ちょっと待って、どこだ、ページ探してます今、ページを、終了済みのとこから見たらいいのか、よいしょ。でね、その結果が来る前ね、来る前というか、昨日だっけ28日、ごめんちょっと28日だよね、そっかなんか待ってね、そうだね、28日の18時30分にね結果発表があったんですけど、その日は本当にね朝早起きして、結構そのイベントの結果がこう表示されるのってお昼時が多いんですよ。だからね、お昼時までねずっともうスクロールしてずっと確認してて、でも全然なんか結果発表されなくて、でその日ね私予定があったんですよ。予定があってなかなかその予定の時はスマホがいじれなかったからさ、ありがとう、誰だ、ターさん、ハートありがとうございます。ありがとう、めちゃくちゃくださってる、ありがとうございます、ありがとう、すごいいっぱいハートくださってる、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、どうもありがとうございます、ありがとうね。そう、12時から鬼スクロールだよね。そう、12時からもう鬼スクロールしててグガガガガって、もうさ泣いても笑っても今日結果が来ちゃうなと思って、だからもうずっとねもうスクロール同じことしてたそうだよね、皆さん嬉しいです、気にしていただけてたのがね嬉しい、ありがとう。あ、16期好きさんフォローありがとうございます、ありがとう。16期とは AKB の16期のことかな、ありがとうございます。そう、すごいねスクロールしてたけど全然なんか結果が来なくて、でもその用事が来ちゃったからさ、その日は用事が来ちゃったから結果は気になるけどと思って、気になるけどとりあえず用事があるからっていうことで、その時は3時間ぐらいね見れなかったんですけど、ずっと見れなくて、でやっと見れたってなった時も結果がまだ来てなくて、結果がまだあれみたいな、あれねみたいな感じでまだ来てないぞってなって、でそっからね私その時に電車にいたんですけど、電車の中にいたんですけど、もうずっとスクロールしててはぁってなって、でも気持ちも落ち込んできて、なんかはぁってダメなんだろうかと思って、ずっとスクロールして、スクロールをまたピッてやった瞬間にパッて名前が出てって見たら自分の名前が載ってて、もうねやばかったです、その時は焦らされたわけね。そうです、もう本当にやばい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 、名前が出たと思ってパッて出たら、あーやがち感謝がち梅本泉出てきて、うわーってなっちゃってね、でも電車の中だから叫べないしと思って、もうね本当に嬉しかったです、もうパチパチありがとうございます、もうねなんだろう、叫びたくなったというか、もう心の内、ありがとうございます、25位ありがとうございます、ありがとうありがとう、もうね心の内からもうねもうぐわーってね嬉しい気持ちが湧き出てきて、なんか初めてな感覚だった、初の感覚というか、もう味わったことのない感覚、もうなんというか、私もオーディションあんまりその
数少ない中の一人とか、まあ、大人数でもあんまりそんな一人に選ばれたこととかそういう経験もなかったので、本当にね、ああもう違う名前なんだろうなって思って見てたけど、いざ自分の名前がそこにパッてあるとね、本当に叫ぶというか、もう心の中でもうガッツポーズしちゃってるみたいな、そんな感じというか、もうなんか言葉にできない何かがこうね、グワッて出てる感じがしたんですよ。セナさん初訪問ありがとうございます。ありがとう、うん、本当におめでとう、ありがとうございます。もう本当に本当に嬉しくてね、最初は本当にイベントを、うん、やめて、思いがビシビシ伝わってきて涙止まらん、ありがとう。もうね、最初はイベントにね参加する前は、まあなんていうか、もし仮にね1位になれたとしても、オーディションがあるからさ、まあ、皆さんに協力していただいて、たくさんの時間とかもかけていただいて、それからのオーディションじゃないですか。だからさ、ちょっと、まあ、それが無駄にはならないけど、形にならなかったらめちゃくちゃショックだから、参加しようかっていうのとかも本当に最初は悩んでいたというか、やりたいんだけど、やりたいんだけど、なんかそういう面とかもちょっと怖くて、まあ、参加しようか、なんかいろいろ悩んでたんだけど、でもやっぱり結局ね、やりたいっていう気持ちはなんていうか隠せなかったというか、なんかやらないと後悔しそうだなと思って、だからもう参加したんですけどね、もう本当に参加してよかったなっていう、諦めない限り可能性ってあるんだなと思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。受ける前はいやどうせダメだろうって思ってたんだけど、もう無理に決まってるこんなのはって思ってたけど無理だよ、もう本当に無理だよって思ってたんだけど、うん、すごいよ、ありがとうございます。すごい、もうね、出たいっていう気持ちはめちゃくちゃあったんだけど、無理かなって思ってたんだけどね、まあそれがまさかのまさか叶うと思わなくて本当に嬉しかった、本当に本当に嬉しかったです。うん、オーディション権利はみんなの力、合格は泉の力、ありがとう。そうだよね、この私ね、アニメ作品のデビューはテクノロイドさんになるんですけど、このオーディションのね、あのテクノロイドさんのがもう本当デビュー作になるのかな、なるんですけどね、その記念すべき1回目が皆さんと一緒に獲得したもので、すごくなんか嬉しいなと思ったし、まああとは何より選んでいただけたことが嬉しかったです。本当に嬉しかった、もう今年一番嬉しいかも今年一番っていうか、もう人生の中でもね、もう三本指の中には入っちゃうよこれ本当に本当に嬉しかったです。うん、月曜の豚さん2度目の訪問ありがとうございます。ありがとう、本当に夢が叶ったんだっていうのがね、今でも考えられないというか、本当に本当なのかっていう感じがあって、まだまだ全然思いがね定まってない感じはあるんだけど、ひものんさん初訪問ありがとうございます。たかっすさんも初訪問ありがとうございます。みんなの期待を背に結果を残す、かっけー、ありがとう。そうだね、無事結果に残せたことが本当に嬉しかったし、もう大体ね、私ね、もうねネガティブなこと言っちゃうと本当に選ばれないんですよ、何にもね、何にも選ばれない、基本的には本当に何にも選ばれないから、期待はするんだけど、ここまで来たら、最終まで行ったら期待はするんだけど、ちょっとはね、それはちょっとはやっぱり期待しちゃう部分はあるからさ、だから期待はしちゃうけど、でも結局合格するのって私じゃないんですよ毎回、だからそういうのとかもあって、めちゃくちゃ今回のオーディションとかもね、自信がなかったというか、ああ絶対ダメだって思ってたんだけど、諦めない限り可能性ってあるんだなと思って、すごい感動しちゃった自分でうん、俺らは選んでるじゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、うん、泉の頑張りの結果だよ、ありがとうね。いやでも本当に皆さんがこうして最終審査までのその切符を下さらなかったら、可能性は本当にゼロだったから、本当に嬉しかったです。皆さんもね、すごくすごくこのイベントを頑張っていただいてたのが伝わるというか、貢献ランキングとかを見てもね、下の方スクロールしてもね、
星とかもめちゃくちゃ投げてくださってたりとか、ランキングに載ってない方でもたくさん協力してくださった方がいらっしゃって、もう皆さん全員がもう本当に頑張ってくださったおかげの結果だからありがとうございました。本番が一番大事だから、アテレコ頑張って泉ちゃん。そうですね、そうですね。せっかく選んでいただいたからにはね、あのテクノロイドがもっともっとなんていうか魅力的になるように、より魅力的になるように、キャラクターがね魅力的になるようにセリフをつなげていけたらいいなって思うし、まあ、どんな役が来るとかはまだあの分からないんだけど、なんかよりその世界観に没入できるような、そのキャラを引き立てられるようなキャラクターの役作りをね、今からちょっと頑張っていきたいなと思う。まだ全然どんな役になるかとかはわからないんだけど、もっとそのゲームをプレイしてみるとか曲を聴いてみるとか、またさらにね、あのテクノロイドのことをどん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 ね好きになって、その世界観をもっともっと味わっていただけるような役を演じられたらいいなって思います。うん、逃げろ、なんでなんでなんで逃げちゃった、なんで逃げちゃったんだいよいよこれからだね。そうですね、まだ始まったばっかりだから、このいただいたチャンスをね無駄にしないようにしたいというか、選んでいただいたからにはオーディションの 時よりももっといい結果を出せるように頑張りたいです。マツさん2度目の訪問ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。セイチさん、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃちゃんありがとう、本当にありがとうございます。イベント終わったばっかなのに皆さん大丈夫ですか大丈夫かな皆さん。ひじかたさんありがとう、ファイト一発ありがとうございます。あとなははんさんも最高のファイトありがとうございます、一発ありがとうね。チュールに夢中さん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃんもありがとう、本当にありがとう。ダイチェルソンさん、結婚して、絶対結婚しような。セイチさん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃんもうねありがとうございます。皆さんただでさえでもイベントでたくさん応援してくださったのに、もうね本当に本当にねたくさん応援またいただいてありがとうございます。せいちさん、だるまありがとうございます。だるまもありがとう、本当にありがとうございます。もうなんてお優しいんだ皆さん。ブルーウィングさん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃん本当にありがとう、ありがとうね、もういつもありがとうございます。お、はやちゃんさんもありがとう、かぼちゃちゃんめちゃくちゃくださってる、本当にありがとうございます。かぼちゃちゃん、大量のかぼちゃちゃんありがとう。なんかいよいよハロウィンだなっていう感じがしますねよいしょ。お、はやちゃんさん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃんまたまたくださってる、ありがとう。マックス鹿児島さんもパタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃんありがとう。そうでね、そうだ、また言っちゃうんだけど、あの決勝のテクノロイドの決勝のページに進んでくださるとね、書いてあるんですけどね、音響制作担当チームさんからね、お言葉をねいただいてるんですよ。演技の雰囲気、作品への理解度や熱量など総合的に好印象でした。最終審査での受け答えや姿勢から現場でも臨機応変に対応できる力があると判断し、今回のグランプリとさせていただきましたってね、すごくすごくね嬉しい言葉が、お言葉がね書かれてあって、もうありがたいよね。なんというかもう本当にオーディションに行かないとさ、こうしてすごいそんなね音響さんとかにお言葉をいただくことなんてないからさ、もう本当に本当にそんな貴重な機会をねくださって、皆さんありがとうございました。嬉しい、本当に嬉しい。サワムさん星ありがとうございます、ありがとう。ファインさん、そしてブラウニーさんもありがとうございました、ありがとう、本当にありがとうございます。結果発表ガッツポーズして叫んだら奥さん飛んできましたのでハイタッチしました。うわ、そこに私も参加したかったな、3人でイエーイ参加したかったかもしれない。本当にありがとうね、なんか自分のことのようになんか喜んでくださっ
ってるのがね本当に嬉しいな。埼玉のおじいちゃんさん本当にありがとうございます。ありがとう。うん、当日は二度寝禁止だね。そうですね、二度寝だけは本当に気をつけていきたいというか、なんていうか全力で挑めるようにちゃんと喉のケアだったりとか体調面とかも気をつけていきつつ役作りも頑張っていきたいなと思います。うん、もう本当に楽しみで、とにかく今は楽しみで、まあ、だけど浮かれてはいられないからちゃんとそれ以外の練習とかも引き続き頑張っていきたいなと思います。オーディションの雰囲気、あ、そうだ言ってなかった、ちょっといろいろね、なんか思考がブン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 って感じでいろいろとね、こんがらがっちゃって言うの忘れてたけど、オーディションの雰囲気は場所は馴染みのある場所だってだから結構それだけで結構安心感はあったんですけど、でもやっぱね緊張はもうしてました。バリバリしてたし言葉とかも詰まっちゃったりとかもしてたんですけど、まあ、いつものねオーディションとかっていうかこのボイスラボさんに通う前はね結構私はオーディションに言葉に詰まらせがちだったというか、もう全然受け答えとかも苦手で一回噛んだら失敗ぐらいの勢いで思ってたから、一回言葉噛んじゃったらあっみたいな感じになっちゃってね、シーンってなって大丈夫ですかって言われて大丈夫ですってなってもう落ちちゃうこととかがすごく多かったんだけど、今回のオーディションはね言葉に詰まってもしがみつくようにというかもう諦めずに言葉をねどん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 喋っていきました。もう本当に諦めたくなかったというか人生かかってるからだからお、タフになった。そうだね、そこがなんかここ1年を通して一番成長できた部分かなって思ってる。なんていうかここで諦めずにしがみつけたことが一番の成長かなって。うん、みくのばさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。次の課題は現場での人見知り。あー確かにそうですね。なんていうか結構ね私は本当に人見知りというか緊張しいというか声とかもねちっちゃくなっちゃうし元気とかもなくなっちゃうから緊張するとね元気もかき消されちゃうから、だからそこも克服していけたらいいなというか、まあ、普段のレッスンとかでもそうだけど普段からちょっと本番みたいな感じでもう常に本番を想定していろいろと試していきたいなと思ってるお、大ジャラソンさんフォローありがとうございますフォローありがとう。よいしょ、お、埼玉のおじいちゃんさんだるまありがとうございます。ありがとう、だるまありがとうございます。みーすけさんもかぼちゃありがとうございます。ありがとう、もう本当にね本当に本当にもう皆さん応援ありがとうございます。せいちさんかぼちゃもありがとうございます。あ、かぼちゃじゃなかった、お芋ちゃんだ、似てた、色が似てたからちょっと間違っちゃった。お芋ちゃんありがとうございます。うん、最高、よいしょ、そんな感じかな。元気は出して、元気は出していきたいね。でも演技というかお芝居に関してはもうね今まで史上一番元気だったと思う。元気に演じられたんじゃないかなって思ってる。いや、これは合格したから後付けで言ってるんじゃなくて本当にその結果というか自分はやりきったって思ってるから自分史上一番ね元気に演技できたんじゃないかなと思ってね、その日はね本当にすっきりした気持ちで帰ったんですよ。元気ってどういうことなの？元気というか役のテンションを上げてました。私のこのテンションだと全然もうなんか舞台らしくないというか二次元らしくないというか、だからもう私もね元気はまだまだね研究中なんですよ。あんまりその普段からそんな、元気だけど元気が出づらい感じの声とかわかんないけどそんな感じだから元気が出づらい、伝えづらいというか、だからちょっとねいろいろと気をつけて演じてみたよ。うん、そうですね、役に必要な心の中のテンションもそれかもしれないです。まあ、緊張してたっていうのもあって心の中の高ぶりというものがあったのかもしれないけど、なんかいつもよりも元気だった気がしたんだよね
うん、泉久しぶり、あまり来れなくてごめんね。いやそんなことないよ、いずちゃさんはいつも来てくださってる、本当にありがとうございます。ありがとう、来てくれてありがとう。お、花火ありがとうございます。あっという間の18、ありがとうございます、ありがとう。お、ティンバララさん星ありがとうございます。あ、確かにね、何か一つやりきって結果が出ると自信がつく、まあ、そうかもしれないですね、まあ、なんというか経験というかね、ボイスラボさんのレッスンとかでなんかたくさん失敗もしてきたし、悔しい思いとかもね、もちろんね、いっぱいしてきたんですよ。なんかそういうものがね、まあなんていうか、まあ、そこまではなんか結果なかなか出せなくて失敗って感じだったけどなんかその失敗を繰り返して、なんかだんだんと気持ち的にというかメンタル的にというか鍛えられた面とかもあったかもしれないなと思って、だからもう今回はもうね、その気持ちとかももうなんか全部ね、もうぶつけていきたいなと思って挑んだんですよ。ゆうきさん、感情が豊かなんだね。感情が豊か、そうなのかな、私はどうなんだろう、感情は豊かな方だとは思っているけど、どうなんだろうな。はるさん、星ありがとうございます、ありがとう。コスモさん、そしてイバさんも訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。皆さんこんばんは。なかなかちょっとコメントが拾えなくて、よいしょ。なんか進化してる泉氏、じーっと注目して見てます、ありがとう。してみますか、ありがとうね、本当ありがとう。これからは多分なんかそのショールーム、あれなんて言おうとしてたっけ、ごめんちょっと忘れちゃった、もうなんて言おうと、あ思い出した。これからはね、なんていうか、ずっとこれからもずっとショールームのはてなはてなはてな、まあ、ショールームのオーディションもこれからも受けていくのかもしれないけど、まあ、ゆくゆくは皆さんにお伝えしないでオーディションに行ったりとか受けたりとかもするかもしれないから、そこでもちゃんと結果を出してね、皆さんにちょっとサプライズっていう形で、いつかね、完全サプライズっていう形でもうちゃんと結果を出せるように頑張りたいなって思いますっていうことがね、言いたかったんだよ。さっきはちょっとごめんね、ショールームシューって言っちゃってなんかもうね、意味わかんないことになっちゃってたけど、あれも出るの？お待ちして、ん？お待ちしてます。あれ？あれってなんだ？あれは？期待してます。ありがとう。そうだね、もう本当にいつかは本当にいつかというか、もう自分にいつかとか言ってる暇はないというかね、査定とかにも限らずというか、もっともっとね、その上を見ていかないと、私の場合はもう本当に追いつけないから追い越したいからね。だからこれからもちょっと、もっともっとその先を見て頑張ることにする。お、ゆうゆうさん、100回目の訪問ありがとうございます。え、100回目、ゆうゆうさん、100、150、160とかじゃない初めましてがないえ、もっと来てくださってるイメージがあったんだけどな。サプライズ告知よろしくね。もういつかできるように頑張りたいなって思うし、そうだね、自分が出たいなって思ってる作品はどれか一つでも出られるように頑張りたいなって思うし、でも今はね、今あるものをちょっと頑張っていきたいなって100回パチパチパチ、ありがとうね、ありがとう。あ、そうだそうだね、ちょっと今日は2枠あるので2枠あるから、ちょっとランキングからちょっと読んでいこうかな。予選のね、貢献ランキングから読んでいこうかな。よいしょ。そう、今日のね、メインはね、予選のお礼配信なんですよ。まあでも皆さんにお伝えしたい気持ちもあったから、まあだけどね、ちょっとね、枠もあるので、枠があるからちょっとこの辺でいつかキャラを語る姿、このオーディションをあの時のように語れる泉氏が見れます絶対。うん、
いつかキャラを語る姿、このオーディションをあの時のように語る。そうだね、今はちょっと詳細とかも教えられないけども、終わったら、全て終わったらちょっと説明しよう。よいしょ、熱くなってきた、熱くなってきた、よいしょ。ヨッシンさん、初訪問ありがとうございます。ありがとう、ぜひごゆっくりしててください。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。ちょっとこれから、貢献ランキングを読んでいきたいと思います。予選分のね、ランキングを読んでいきたいと思います。もうね、本当だったらね、もっともっとね、読まなきゃいけない名前がいっぱいあったんですけどね、本当にありがたいことに100位の方でも相当やっぱすごくてすごいというか、100位の方でもって言い方は失礼かもしれないけど、100位の方もすごくね頑張っていただいててね、全員の名前がね表示されないから読めないんだけど、本当に本当にね、たくさんの応援ありがとうございました。うん、そういえばテクノロイドのキービジュアル公開されたね。あ、なんか公式アカウントさんはね、私拝見したんですけど、全然関係ない話というか、関係ない話なのか、コバルトくんっていうねキャラクターがねいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけどね、ちょっと待ってね。よいしょ、熱いね、キャラクターがね、いらっしゃるんですよ。そう、いらっしゃるんですけれど、なんだったっけ、なんかびっくりしたことがあって、パーカーがなんかまさかの半袖だったっていう、半袖、ここの丈だったっていうのをね、私ね発見しちゃったんですよ。それだけ、本当にそれだけ。マナさん、2度目の訪問ありがとうございます。ありがとう。ちょっと待ってね、ツイッター見よう、ツイッター改めて見よう。そう、キャラクターデザインがねちょっと公開されてたのをね拝見してびっくりしたことがあったの。待ってね、ちょっと熱い、めちゃくちゃ熱い。ちょっと一瞬だけ冷房に変えちゃおう。なんかねめちゃくちゃびっくりしたんですよ、私それに。と思って。ちょっと待って、どこだったかな、どこのページで見たんだっけ。パーカーの下がまさかの半袖、みたいな感じになっちゃったんだよ。待ってね、どこだったかな、ちょっと待ってね、かなり下の方だったかもしれないけど、どこだったかな、ちょっと待っててね。どこのページで見たんだろう自分。どこだったかな、もっと下だった気がするな。どこだろう、あ、これだ、これなんですけど、あ、ちょっと待ってね。そう、主人公の、ね、コバルトくんというねキャラクターがねいらっしゃるんで、これ見せてもいいのかな、ちょっとわかんないんだけど、一瞬だけ見せちゃうんだけど、ほら、これね、パーカーなんか 上になんかで羽織ってるんですけど、パーカーの上になんかこうこれを羽織ってるんですけどね、まさかのね、これね下がね半袖だったんです。めちゃくちゃびっくりしたんです、これに昨日。と思って、半袖だったんだっていう、本当にそれだけなんで。そうそう、ノースリーブっていうことに私はねびっくりしました。チャーリーさん、初訪問ありがとうございます。ありがとう。いや、なんかねびっくりしたんですよ、どっちとも長袖だと思ってたから。寒そう。いや、でもね上羽織ってるからね、あったかいんですけどね、わかんないけど、あったかいのかもしれないし、あったかくないのかもしれないけど、でも どうなんだろうな。いや、でもそっか、あったかいとか寒いとかはわかんないかもな、わかんないよね。うん。そうだよね。寒そうとか、多分、ね、寒いとか暑いとかはないと思うんですけど、なかったはず。なかった。目の付けどころ笑った。そう、なんか、いや、目に入ったんですよ。目に入っちゃったんですよ。びっくりポイント。そう、それがね、びっくりポイント。待って、ちょっと待って。40分だ。ちょっとそろそろ。
貢献ランキングを読みたいと思います。ちょっとね、100位から読ませていただきたいと思います。いやね、本当はね、もっともっとというか、なんていうかね、まあいろいろと、まあこう貢献ランキングとか読んでるとさ、思うことはね、なんていうか、もっともっと下の方のというか、下の方の失礼なのかわかんないけど、なんかその順位の方とかもめちゃくちゃ読みたいなって思うし、だってさ、たくさんもしかしたら長い間応援してくださってるかもしれないじゃん。なんかそういう方にさ、全然なんかお礼とかできてないっていうか、できないのってなんかちょっと嫌だなっていうかなんかそういう気持ちがね、すごくあるんですよね。そういう複雑な気持ちがっていうか、そうだよね、なんというかね、そのポイントが、まあ、ポイントが全てじゃないと言ったら、またこれまたあの、なんていうかね、また上の方の順位の方にも失礼になっちゃうかもしれないけど、なんていうか、長い間2週間応援してくださってた事実はあるじゃないですか、っていうのもあるからさ、なんか全員にお礼ができないのってなんか悲しいなっていうかなんかね、そんな感じで、なんかね、100位より下が読めないのがね、本当に悲しいというか、いろいろ感情が込み上げてくるんですけども、お礼を言わせてほしい。本当にありがとうございました。応援してくださった方ね、本当にありがとう。みやびさん、初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。ごゆっくり。そうですよ、100位以下の方も泉ちゃんへの愛があるからね。そうですよ、なんか来てくださったりとか、コメントを1個残してくださった方もポイント入ってるし、まあなんていうか、そういうその方もお祝いできないのっていうのはね、だから1ポイントでもさ、貢献してくださったらもう表示されるっていう設定とかあったらいいのになって思う。そうだよね、ランキングだと割り切って、そうだよね、ランキングがあるから仕方がないのかなって思っちゃうけどね、もう仕方がないのかなっていうのもあれだけど、まあいろいろ複雑な気持ちはあるんですけれどもね、ちょっとまたランキング読んでいきたいなと思います。リコピンさん、2度目の訪問ありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。ちょっとね、そろそろ読んじゃうね、そろそろね、もう次の枠とかもあるからちょっと読みます。まあ、この枠内で収めたいからちょっと読んでいこうと思います。いきます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、よいしょ。よし、いきます、いきますよ、いきます。100位、ソフィーさん、ありがとうございます。合ってるこれ合ってるかな、ちょっと間違えてさ、決勝読んでた、ごめん。いやいや、こういうことあるよ、こういうことあるからね、気をつけ、もうね、あのこういうことがあったね、ちょっと待ってねドジしちゃった、いきなり予選からなのに、ちょっとあの決勝読んでた。いや、気づいてよかった本当に。よし、いきます。よし、今度こそ合ってるこれ、いきます。どんまいありがとう。ちょっとね、 ありがとうじゃないなこれ、ありがとうなのかちょっと読んでいこうと思います。100位なっこーさん、ありがとうございました。そして、99位きざくらさん、ありがとうございました。そして、98位、ちょっと待ってね、文字がちっちゃくて読めない、プルさん、ありがとうございました。そして、97位はチャックンさん、ありがとうございました。そして96位はケンジさん、ありがとうございました。そして95位はよしのりすずきさん、ありがとうございました。そして94位は、ゆかえさん、ありがとうございました。そして93位はテリオスさん、ありがとうございました。そして、92位は水族館さん、ありがとうございました。91位は、地球防衛組さん、ありがとうございました。90位はみくのばさん、ありがとうございました。89位は初見武蔵画家さん、ありがとうございました。ちょっと待ってね、どうやって読んだら一番いいのかな、よいしょ。88位はミカエルさん、ありがとうございました。そして87位はマリンバさん、ありがとうございました。そして86位はセキカツさん、ありがとうございました。そして、あ、違う、ちょっと待ってね、ちょっと待って、違う、88位はマイケル・ジョーダンさんだ、ありがとうございました、ありがとうございました。そして85位は安田隆さん、ありがとうございました。そして84位はみーすけさん、ありがとうございました。
そして、83位はともさん、ありがとうございました。82位はなりさん、ありがとうございました。そして81位はまりもっちさん、ありがとうございました。そして80位はらいちょうさん、ありがとうございました。そして79位はこうたさん、ありがとうございました。78位は紅英語歌えるまで耐久ドンデラックスさん、ありがとうございました。もしかしたら違う、あ違うか、違うかもしれないからやめとこう。待ってね、77位はコデさん、ありがとうございました。76位はなつきさん、ありがとうございました。75位は桜本さん、ありがとうございました。そして74位はロンリーザウルスさん、ありがとうございました。そして73位はハッシーさん、ありがとうございました。そして72位はラフトさん、ありがとうございました。そして71位はマックス鹿児島さん、ありがとうございました。そして70位はもしもしさん、ありがとうございました。そして69位はグーさん、ありがとうございました。そして68位はおっさんさん、ありがとうございました。そして67位はたまさん、ありがとうございました。そして66位は松丸さん、ありがとうございました。そして65位は七志さん、ありがとうございました。そして64位はパピプさん、ありがとうございました。そして63位はコメッチさん、ありがとうございました。62位はしげるさん、ありがとうございました。そして61位は園田さん、ありがとうございました。そして60位はスレッチハマーさん、ありがとうございました。そして59位は山中さん、ありがとうございました。そして58位はマルクさん、ありがとうございました。そして57位はカラーさん、ありがとうございました。56位はゆうゆうさん、ありがとうございました。そして55位はおいちゃんさん、ありがとうございました。54位はみえちゃん、ありがとうございました。そして53位は猫の奴隷さん、ありがとうございました。そして52位はヨーピーさん、ありがとうございました。うん、そして51位は顔文字さん、ありがとうございました。そして50位はピュアコンさん、ありがとうございました。そして49位はデランさん、ありがとうございました。48位はバイク小僧さん、ありがとうございました。47位は、12345さん、ありがとうございました。46位 HKT 超絶おじさん、ありがとうございました。45位マルルさん、ありがとうございました。44位ダカさん、ありがとうございました。43位青森からさん、ありがとうございました。42位シーユソさん、ありがとうございました。そして41位はラジオネームアリンコさん、ありがとうございました。40位はテイオさん、ありがとうございました。そして39位はブタブタさん、ありがとうございました。38位はトラくんさん、ありがとうございました。そして37位はロジックさん、ありがとうございました。36位は誠一さん、ありがとうございました。そして35位はモモンガさん、ありがとうございました。そして34位は299さん、ありがとうございました。そして33位はマイマイさん、ありがとうございました。32位は増田さん、ありがとうございました。そして31位はソランさん、ありがとうございました。そして30位はノーネームさん、ありがとうございました。そして29位はダイチェルソンさん、ありがとうございました。そして28位はターさん、ありがとうございました。お、17位ありがとうございます。17位もありがとう。そして27位は大輔さん、ありがとうございました。そして26位は662、てか BPM188 さん、すいません、BPM188 さん、ありがとうございます。そして25位ははやちゃんさん、ありがとうございました。そして24位はゆうさん、ありがとうございました。そして23位はティンバレラさん、ありがとうございました。そして22位はアリマルさん、ありがとうございました。そして21位は松坂佐藤さん、ありがとうございました。そして20位は JY さん、ありがとうございました。
そして19位はしょうこさん、ありがとうございました。そして、18位はマープーさん、ありがとうございました。そして、17位はゆうこさん、ありがとうございました。そしてね、16位は、ゆきくんさん、ありがとうございました。そして15位はともかちゃん、ありがとうございました。そして、14位はいおりさん、ありがとうございました。そして、13位はしみちゃんさん、ありがとうございました。そして、12位は埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございました。そして、11位は松本坊さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、11位まで読み終わったぞということでね、ここからはね、あのスクショタイムだから、皆さんね、11位までの、皆さん本当にありがとうございました。名前がね、読めなかった方も本当に本当にたくさんの星とかね、カウントとか応援してくださった方、ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。ありがとう。うん、いい感じに読めたかな。結構カミカミだったかもしれないけど、ランキング読み、あ、めっちゃランキング読み上手くない？本当に？いや、なんていうかね、どれが正解なんだろうと思って、あ、こうやって読めばいい、台本みたいな感じでこうやって読んだ方が良かったかもしれない。なんかこんなことになってた。ありがとうございました。皆さんね、たくさんの応援本当に本当にありがとうございました。いい感じ、よかったよかった、本当によかった。じゃあこっからちょっとスクショタイムもいっちゃおうかと思います。ちょっと待ってね。じゃあ10位からはスクショタイムあるので、ちょっとねいっちゃおうかなって感じで、よし、うん、いい感じ、よくできてたよ、本当にありがとう、本当にありがとうございます。嬉しいね、皆さん本当にありがとうございます。よいしょ、うん、スクショタイムほんとさせん。なんか棒読みに見えるな。いや、でもね、ほんとにね、スクショタイムもね、100位までできたら一番いいんだけど。ハッチさんが初訪問、ありがとうございます。ありがとう。うん、よし、そんな感じでちょっと10位の方からよし発表していこうかなと思います。ではいきます、いきますよ。まずは10位、10位の方はこちらの噛んじゃ、もうなんで噛んじゃうの、こんないいところで。こちらの方です。じゃ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 ーん、ヘドウィグさんです。ちょっとね、あのネームペンのね、太い方がね、なくなっちゃってね、急になくなっちゃって、もう細い方でちょっと見づらいかもしれないけど、ヘドウィグさんでございます。おー、いらっしゃるよね、ありがとうございます、ありがとう。いや、もしかしたらね、今日いらっしゃらない方もいらっしゃると思うから、まあ、そのままでもねやっていくので、ちょっと一応ねやっていこうと思います。いや、嬉しいね、来てくださってる方もいらっしゃるのは嬉しい、ありがとうございます、ヘドウィグさん。いや、もうね、ずっとねイベント頑張ってくださってたよね、本当にありがとうございます、ヘドウィグさん、ありがとう。というか、もうこのイベントに限らずね、本当に本当にいつも遊びに来てくださってるんですよ、本当にありがとうございます。いつでもね、なんか来てくださる、本当に嬉しい、ありがとうございました。花火来たね。うん、花火パチパチだね、パチパチパチ、ちょうどいいタイミングの花火だね。いやね、このイベントもね、本当にありがとうね、頑張ってくださってる方、本当にありがとうございます。こんな感じでヘドウィグさんでした。スクショタイムいっちゃうか、いっちゃおうかな、いっちゃおうかなと思いますよ。よいしょ、ちょっと待ってね、紙が、よし、いい感じ、よし、こんな感じでスクショタイム。見えないかもな、大丈夫かな、今回見えますかねって。また見えますかねみたいなやっちゃうかな、見えますかねって、見えるかな。今回はちょっと文字が細いからな、いけるかな、スクショタイム。うさぎちゃん、いけるかな。おお、16位、ありがとうございます、皆さんありがとう、ありがとうございます。いける、これ反射しちゃうな、こういう見せ方になっちゃうかもしれない、どうでしょうか。お、スクショれました、ありがとうございます。これ反射がね、やばいんだよね、これ見える。いろんなのが横切るスクショタイム、確かにね、イベント中だからね、一応ね、ガチイベではないけど、ゆるイベ中だから、
こんな感じです。見えてます。よかったよかった。ということで10位ヘドウィグさんでした。本当にありがとうございました。応援ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございました。かわいい、よかったよかった、ありがとうございます。ありがとうねヘドウィグさんありがとうありがとうございました。ということで10位ヘドウィグさんでした。いや皆さんもパチパチありがとうございます。よし、じゃあ次行く、次行きます、次行っちゃいます。よし、そして第9位はこちらの方です。じゃ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 ーん、チューリーさんです。チューリーさんもねすごいね、あの応援に来てくださってたんだよね。本当にありがとうございました。いやね嬉しいね。というかなんていうか、でもねこのイベントね、このイベントなんていうかいつもの感じとちょっと違ったというか、ランキングとか読んでみてもね、なんかいつも来てくださってないっていう言い方ダメだな、ちょっと なんて言ったらいいんだろう、見たことない方というか、見たことあるかもしれないけど私が覚えてないだけかも、本当に申し訳ない。いやそれだったら申し訳ないんだけど、なんか初見さんの方とかも結構なんか星とか投げてくださってたんですよね。いや今回のイベントはね言い方難しいね、うん言い方難しいうん、でも嬉しかったんだけどっていう話をねするのをね忘れてた。いやでもね本当今チュリさん回だからチュリさんありがとうございました。いやね嬉しい嬉しい。でもねいつもやっぱ来てくださる方がこうしてイベントもね遊びに来てくださるっていうのはね本当に心強いというか、安心感がね半端ないんですよ。その中でもねチュリさんはその中に入っているというか、いつも来てくださってる方の一人というか、もうね本当に本当にね、もういつもそういつもね星とかカウントとかしてくださってるのをね見てね、もう本当に心温かいなって思いながらもうずっと見てました。チュリさんありがとうね、ありがとうありがとう。もうこのさ宇宙船に乗ってるのとかもすごいなんかイメージにね残ってるバチバチバチ。ということで9位はチュリさんでした。ということでスクショタイム、見えるかなこれ、また見えない、見えないかもしれない、またウサギちゃん、どうしようかな、パーン、うん邪魔してるね見えないねこれ、じゃん、大丈夫かなこれ、またなんか発光してるんだよね、大丈夫か、いい感じかな。でも嬉しいね、チュリさんもさ今日こうして来てくださってるから本当に嬉しい、ありがとうございます。なんかイベントに限らずね本当遊びに来てくださるから本当に嬉しいです。ありがとうございます、ありがとう、チュリさんもありがとう。もう可愛いの撮れました、嬉しい、ありがとうね、本当にありがとうチュリさん、ありがとう。ということでね9位チュリさんでした。本当にありがとうございました、ありがとう、いつもありがとうございます。よいしょ、うん、初見さん来てくださってるね今日は。そっかレインボースターイベントか。はるさん、そしてスマートさんも来てくださってありがとうございます。初見さんの皆さんこんばんは、来てくださってありがとう。よしてな感じで、よし次行くか、お次、よし8位この方です。第8位はこの方、いきます。じゃ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 ーん、ブラウニーさんです。ブラウニーさんありがとうございます、来てくださってありがとうございました。いらっしゃる、いや嬉しいね、いらっしゃる、いやなんというかね、すごく嬉しいね、今のところ全員来てくださってるから本当にありがとう、本当にありがとうございます、ありがとう。いやでもね来てくださってないことが悪というわけではなくて、そういう系じゃなくてね、本当に嬉しい、イベントが終わった後もこうして遊びに来てくださってることが嬉しいというか、ブラウニーさんもありがとうございます。なんかね名前私好きですよ、ブラウニーさんの名前、なんだろう、LINE のさキャラクターのブラウンと似てるから、名前がブラウニーブラウンみたいな感じ関係ないかもしれないけどね、それでなんかねすぐねスッスッってなんかね覚えることができたんだよブラウニーさん全然関係ない話でごめんねって感じなんだけど、本当にありがとうございます、ありがとう、うん、いや喜んでくださってるのすごく嬉しい。まあなんというかイベント中すごいやっぱ来てくださってた、そうだよね、やっぱ来てくださってる方がランキングに入ってる方多いよね、本当にありがとうございます、たくさんの応援ね嬉しかったよ、うん、ありがとうございます。可愛い名前ですね、そうですね、ブラウニーさんの名前可愛いです、本当に可愛い名前、ブラウニーさん
甘くて美味しそう。甘くて美味しい。確かにね、甘い感じのイメージがある。確かに確かに、それは言えました。可愛いのと、ちょっと待って、ちょっと待って、どこ撮ったの？スクショタイムはこれからなんだよ。すごいね、たくさん撮ってくださったのかな、ありがとうございます。一応スクショタイムもしておこうかなと思って、はい、スクショタイムです。これ大丈夫かな、これ発酵しちゃうんだよね。なんかブラウニーさんどこ撮ったんだろうな。どこ撮ったんだろう。ちょっと待って、こんな感じでいいかな。発酵しちゃうからさ、うん、大丈夫かな。あ、いい感じかもしれない。よいしょ、こんな感じかな。いいかな、大丈夫かな。ちょっともしね、明るすぎとかだったら教えてください。ずっと可愛いので、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいよ、嬉しいんだよ。ありがとう、ブラウニーさん。ポジティブなフライング、そうだね、ポジティブなフライングだね。いや、どうしよう、なんかもう急になんかさ、変な顔した写真とか、うん、じゃ、もう決め顔がいいな、できればこんな感じの決め顔がいいから、個人的に。うん、でもね、ありがとうございます。たくさん撮ってくださってたのかな、ありがとうございます。ブラウニーさん大丈夫かな、大丈夫かな。ブラウニーさん本当にありがとうございました。ありがとうね、たくさん撮ってくださったかな、ありがとうございます。いや、なんていうかね、スクショタイムはね、難しいんですよ。私の顔も映さないといけない、そしてこの名前もね、こう隠れちゃいけない、こうなりがちなんですけど、こうでね、なんとか、うん。難しいからね。よし、 OK かな。うん、ネガティブなフライングは少ないかも。あー、たたたたた、確かに、わかんない、わかんない。パチ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 、ありがとう。ということで、8位、ブラウニーさんでした。ありがとうございました、ありがとうございます。という感じで、次行こうか、次行っちゃいましょうか。よし、ということで、お次行きます。お次は7位の方はこちらです。じゃ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 ーん、 662BPM さんです。ありがとうございました。おちらおいた。いたみたいな感じになっちゃったけど、いらっしゃいました、ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとうね。いや、嬉しい、来てくださってた、やっぱり来てくださってた。いや、もう本当にね、いつもいつもね、応援してくださってるんですよ。本当にありがとうございました。 662BPM さんもたくさんのね、応援ありがとうございました。パチ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 。いや、嬉しいね。もうなんというか、いつも来てくださってる方がこうして壇上に上がっていらっしゃってて、そこからなんか私も感謝の、ね、気持ちを伝えられるっていうのはね、すごくね、嬉しい。 662BPM さんも本当にありがとうございましたね。なんかクマだからね、なんかクマってイメージがすごく強かった。強い方なんですよね、クマ。クマちゃんが好きなのかなって。名前通りに素早いですね。この BPM ってなんか意味があるんですかっていうのずっと気になってるんだけど、なんか意味あるんだろうか。662も何か意味があるのかな、っていうのを考えちゃう。早いということは何かの車とかかな、乗り物とかなのかなって思ってるけど、なんだろう、ぜひ教えてね。あ、電気グルーヴのアルバムのタイトルから。アルバムのタイトル、そんなのがあるのか、初めて知った。そういう名前のなんか由来とかも聞くのって楽しいかもしれないね。なんかどういうさ、なんか絶対さ、名前ってこだわりがあるじゃないですか。そういうなんていうか、こだわりを聞くのとかも楽しいなって思う。そんなものがあるのか。BPM プラス数字でテンポの速さ示すの。あ、そうなんだ。でも確かになんか BPM って聞いたことある気がする。何だったかな、なんかどっかで聞いたことあるんだよね。 BPM ってどこで聞いたんだろう。素敵ですね、素敵な名前だよね。なんかこだわりがあるというか、自分が好きなものの名前をつけてる方とかってめっちゃ魅力的だなって思うんだよね。ありがとうございました、ありがとう。 662BPM さん、スクショタイム。唐突のスクショタイムが始まるから。
見えないな。解明しようかな。いや、いいんですよ、誠一さんはそのままでいいんですよ。誠一さんはね、変わっちゃったらね、逆に分かんなくなっちゃうからね。変えないでくれたら嬉しいな。逆に逆に変えないでね。うん、うん、バチバチもありがとうございます。スクショ取れたかな。うん、こんな感じで。お、ひでちゃんさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。どうでしょうか、取れたかな。なんか発光しちゃいがちだからね、難しいなと思って。オッケー、ありがとうございました。 662BPM さん、7位 662BPM さん、本当にありがとうございました。パチ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 、ありがとうね、本当にありがとうございました。いや、よかった、スクショタイム、スクショタイムうまくいってよかった。じゃあ次いきます。次、次はね、早いね、もう早いな。ちょっと待って、時間帯大丈夫。あ、ちょっと過ぎちゃったけど、ちょっと過ぎちゃったけど、大丈夫。うん、行きますね。よし、じゃあ次はこちらの方、6位はババババッバーン、もち太郎さんです。もち太郎さん、いらっしゃるかな、いらっしゃらないかもしれないね。うん、6位もち太郎さんでした。本当にありがとうございました。いやーね、あのもち太郎さんはね、あのお誕生日の日になんかパンって来てくださって、あのたくさんお祝いしていただいたんですよね。私本当にありがとうございました。お誕生日の日にね、お祝いしていただいて、でそしてあのアイコンとかも、ツイッターのアイコンとかもね、私が描いたイラストとかにねしてくださっててね、とてもとてもね、お優しい方なんですけど、うん、もしかしたら来てくださってないかもしれないし、社員で隠れてるかもしれない。わかんないけど、本当にあのお祝いとかたくさんね、あのなんていうか、あのお祝いしてくださったりとか、もう愛もたくさん伝わってくるし、本当にありがとうございました。うん、素敵なお祝いというか、もうね、私の心に刻まれたお祝いだったなって思いました。本当にありがとうございました。もち太郎さん、いつもありがとうね。まあ、なんというか、あのひょこっとたまに現れてくださる方というか、まあ、だからね、あの多分おそらくいらっしゃらないかなと思うんですけれども、あのこの気持ちが、まあ、どこかで届いたら嬉しいなというか、また改めて来ていただいた時にはね、お礼を言えたらいいなと思います。うん、もち太郎さん、本当にありがとうございました。ありがとうね。スクショタイム、うん、いっとこうか、言っときましょうか。もち太郎さん、本当にありがとうね、ありがとうございました。こんな感じかな。もち太郎さん、もち太郎さん、もち太郎さん、うん、こんな感じで、いつかどこかでね、お礼ができたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。うん、もち太郎さん、6位はもち太郎さんでした。ありがとうございました。うん、よし、お次行こうか、お次行きましょう。ということで、お次行きます。よし、そしてですね、はい、行きます。5位の方はこちらの方です。バー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 ン、ナハハンさんです。ありがとうございました、ナハハンさん。ナハハンさんもね、本当にいや、一番ね、この予選で思い出深かったのはやっぱり誕生日かな。誕生日で、渋谷の掲示板にね、私の名前をね、掲載してくださったというか、もうね、それが本当にね、嬉しかった。めちゃくちゃね、嬉しかった。もう超ビッグなサプライズだよね。それをね、生でね、見に行きたかったんだけど、私の行った時間帯ではね、ちょっとギリギリ間に合わなくて行けなかったんだけど、あ、でもどういうサイズ感の掲示板というか、電光掲示板に掲載していただけたのかなと思って、ちょっとね、見に行ったんですけどね、本当にでかくて、もう渋谷ですよ、もう東京のもど真ん中というか、観光地というか、皆さんが注目してくださるところでね、なんか私の名前がバンって乗ったかと思うと、本当にね、嬉しかったし、うん、来年の誕生日は生で見に行って、ということは来年もですか、来年もやってくださるんですか。嬉
しい、ありがとうございます。嬉しいな。絶対見に行く。その時はね、絶対にもう、時間をね、もう無理やりにでもね合わせてね見に行こうと思う。ありがとうございます。もうそれが一番ね、もう思い出深かったというか。いやでもね、それ以外にもね、お仕事ね行く前とか、その合間とかすごい遊びに来てくださってたなって思うし、とにかく頑張ってくださってたのもね知ってるし、もう本当にありがとうございました。那覇半さんね、ありがとう。うん、那覇半さんのアイデアも行動力も言葉もイケメン主義よそうですよ、そうですよ。もうなんていうか、頑張ってこうねとか言ってくださる、その言葉にめちゃくちゃ救われる部分があるから、本当に本当にね、たくさんのね応援というか励ましの言葉とかありがとうございました。スクショタイムいっちゃおうか。いきなり始まるいきなり始まるスクショタイムありがとうございました。那覇半さんもね、応援ありがとうございました。バチ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 。なんかスクショタイムってね、なんか分かんなくなっちゃうんだよね、どういうポーズを取ればいいのかとか。見えますかねって、またやっちゃうな。これこうやってやるとね、めちゃくちゃ名前がはっきり見えちゃうんだよね。どうでしょうか。てってってってんてんてん大丈夫なのか、大丈夫なのか、これ動き回って逆に取りづらいよね大丈夫かな。よいしょ。うん、あ、NC さん、初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。ありがとう。うん、 OK かしら、 OK かなわら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 、あんがとう、たくさんスクショできました。なあんさん、ありがとうございました。いや私もね、うん、何枚も撮れるようにいろいろこうこうやって向きを変えたりしてたんだけど、逆に難しかったかもしれないありがとうございました。なあんさん、ありがとう。よいしょ。そしてそして、よし、いきます。そしてそして、第4位、4位の方はこの方です。いきます。じゃ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 ーん。4位は春さんです。春さんもね、本当にね、えげついぐらいね、もうえげついてちゃあれだけどもうね、たくさんたくさん応援してくださったというか、もう本当に本当に春さんもね、ありがとうございました。ありがとう春さんそう、動きもあるから、こうやってね、もうチューチュートレインかのごとく動き回るから、私のスクショタイムは。春さんもパチパチ、来てくださってるとかいらっしゃるかな。いらっしゃらないかもしれないし、どうだろう春さん、どうなのかな。もうね、イベント中はね、もうね、すごい遊びに来てくださってたから、いる春さん、嬉しいです春さんいらっしゃった、本当にありがとうございます。ありがとうね春さん、嬉しいですって。いや喜んでいただけて本当に嬉しい。もう自分もね、すごくね応援していただいてね、嬉しかったからね、嬉しいって言っていただけてよかった。あ、春さん矢印。いや、なんというかね、配信もずっとそこにいらっしゃるかどうかもわかんないから、チュリさん腐ってくるもうね、だからね、ずっと見てくださってありがとうございました。春さん、春さんもね、もうイベント中たくさんたくさん、本当にたくさんね、お疲れ様でした。もうなんというか、もうこうしてイベント中ね、一緒に過ごせたことがね、もう春さんと過ごせたことがね、何より嬉しかったです、私はいやね、嬉しいですって、絵が嬉しい、なんか、って言葉がなんか可愛いよね可愛い春さん、ありがとうございました春さん。スクショタイム行っちゃっていいのかな、これは行っちゃってもいいのかしら、いいのかな、見えるのかな。こうが見やすいね、一番これがね見やすいんですよね、ベスト。この手をね、こう添えるというのがベストなんだよ。はい、チーズどうでしょうか。
ウィンクがね下手くそなんですけどちょっと挑戦してみました。おー撮れました、可愛い、ありがとうございます、はるさん。いや嬉しいな、嬉しい、可愛いって言っていただけるの嬉しい、ありがとうございます。4位ははるさんでした、ありがとうございました。パチ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 、もうね皆さんね、あの貴重なお時間とかをね使って本当に来てくださってね、ありがとうございました。うんうんうん、でね、こっからこっからまた発表いきます、発表していきます、よいしょ、よいしょ、そして第3位の方、第3位の方発表いきます、皆さんいきますよ。第3位はつるるるんでーん、高尾りんごさんですって感じで、今回はデジタルイラストにしてみました。どうでしょうか、バチバチバチやばいねこれは、もうね超事故だねこれ、もう本当にあの発光がやばい色がついてないみたいになってるけど、もはやこんな感じです。高尾りんごさん、うわーい、バチバチありがとうございます。ねすごいでしょー、パチパチ自分ですごいって言っちゃう、そう、もう嬉しいな、皆さんありがとうございます。ちびみんが銅メダルをね持ってるっていう感じにしてみました。3の指かわいすぎでしょ、ありがとうありがとう、そう3だよ、3、指が3になってます。こんな感じで3位は高尾りんごさんです。めっちゃ感動しますねこれよかったよかった、こんな感じで3位高尾りんごさんです。高尾りんごさんもね、もうね本当にね、朝早くから来てくださって、お仕事行ってくるねとかね、もうとにかくとにかくね、もうねお忙しい中ね来てくださってる覚えが本当にある、本当にありがとうございました、高尾りんごさん。てな感じで、まあ、このイラストはね、まあ、どんな感じにしたかというとね、まあね3だからもう3グーの音を作ったよ、もう知ってる方は知ってる3グーの音もうこれ以上は何も語らない3グーの音の感じでちょっとこう書いてみましたって感じです。おーおーな感じで3グーの音ってやってるイラストでございます。ちょっと発光がやばいね発光やばすぎてこんな感じになっちゃうかもしれないけど、スクショタイムがどうでしょうか、どうでしょうか、やばいね、発光してて色がつかないね全く、うん、どうしたらいいんだろう、ちょっと画面を暗くするとか、あ、いいいい、神神的な神的な方法を思いつきましたね、こんな感じになりました。ちょっと明るくしようかな、若干明るくしよう、反射が怖いから若干明るく、若干明るくするとやっぱ変になっちゃうんだねこんな感じで、うん、スクショタイムどうでしょうか、3やりたいけどな、自分も3やりたいけど持てないからな、持てないんだよね、こうかどうでしょうかじじじじじじじん、あこれはねちなみに後からツイッターにアップするのでお楽しみにって感じです。さすがにこれだと見えないからね、じゃん、おんありがとう、取れました、お、こちらこそありがとうございました。ということで3位は高尾りんごさんでした、ありがとうございました、応援、たくさんの応援ありがとうございました、よかったパチパチありがとうございました。よし次行くか、次行くね、よし行きます、お次、お次は第2位の方、第2位の方も行きたいと思います。第2位の方はこの方です、じゃ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 ーん、ドゥ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 ーン、サワムさんです、ありがとうございました。もう撮ったの早くないですか、もう早くない、仕事が早くないですかおー、そうこんな感じにしました。サワムさん、紫の背景でなんとなくなんとなくのカラーで決めておりますバチバチ、2位だから銀メダルをね持ってます、銀メダルを持ってて、でなんかね絶対結婚しようなのイメージがちょっとあったから、ここに指輪をねちょっとモクモクと妄想させながら、妄想想像させながらもうこれを差し出しているという
あの私がいつもやってるみたいな感じで、もう絶対結婚しようなみたいな感じで関係のないものを出すということをいつもやってるから、まあ、そんな感じでちょっとねやってみましたよこれは。うん、ということで第2位はサワムさんです。よいしょー、寒いなるほどなるほど、そんな感じです。こんな感じでスクショタイム。いやどうしようこれ、どうやったらいいんだっけ。よいしょ、こんな感じかな。さすがです、さすがです、いい感じかな。お、真面目にちゃんと撮れました、よかったよかった。だってさ、もうさ1位はサワムさん撮れました、ええー、みたいな感じになってたからね本当にありがとうございました。サワムさんもねたくさんたくさん応援してねくださったので、もうこうして形としてこうね残してみました。本当にありがとうございました。パチパチ。なんかちょっと見たけど、なんかちょっとねこう見たらなんかちょっとミスを発見しちゃった。ここなんかね見えない、あんまり見えないんだけど、黒がちょっとここちょこんってペインってペインってなってるから、後からちょっとこれ消しとこうペインってなってた。でよし、いきます、いきますね。からのからのからの第1位の方を発表していきたいと思います。うん、よかった、本当によかった。よし、第1位の方はこちらの方です。いきます、いきますよ、せーの、バババババーン、ででででーん、第1位はゆうきさんです。はい、こんな感じになりました。見えない、見えないね。よいしょ、うん、よし、こんな感じです。イエイイエイイエイ、ゆうきさん1位、ゆうきさんです、おめでとうございます。サーセンアザース、サーセン、そう、食ってる、そう、もはやもぐもぐしてるという、あのあるじゃないですか、あのオリンピックでさ、メダルを獲得したらあのかじってる方いらっしゃるじゃないですか。で最初はあのチビミンもかじらせようと思ってたんですよ、かじらせようと思ってたんだけど、なんかね、そしたらあのこう口がチビミンはこうまっすぐじゃないとなんか変だなってなって、あのあんま口開かないキャラだからだからあえてちょっともぐもぐさせちゃいましたね。こんな感じでもぐもぐっちゃってるっていう感じにしました。1位のゆうきさん、こんな感じにしました。メダル噛んでるの、まあ、噛んでるんでしょうね多分食べてるのか噛んでるのかよくわかんないけど、こんな感じにしました。噛んでる風食べてるみたいなレア、そうレアなんですよこれ、レアチビミン、あんまり口動かないからレアですよこれは。うん、レアチビミンでございます。おめでとうございます、おめでとう。うんうんうん、持ってる手がかわいそう。こんな感じにしてみましたね今回は。どうでしょうか、いい表情、よかったよかった、こんな感じになりました。そしてね、ゆうきさんはね、あのすごいですよ本当に、あのコメントもしてくださるし、あとカウントとかもしてくださってたし、星も投げてくださってたし、あのギフトとかも送ってくださって、なんかもうコンプリートしちゃってるんですよ常に、あのイベント中やばかったです本当に、えみたいな。ゆうきさんって3人ぐらいいらっしゃるのかなっていうかもうねすごいね、あのもうね全部コンプリートしちゃってるっていうか、まんべんなくなんか応援してくださってた、本当に本当にねやばかったです本当に、もうねくっそ恥ずかしい神業、もうねゆうきさん3人ぐらい3体ぐらいいらっしゃるのかな思っちゃうぐらい、いやもうね本当に本当にそんな感じで、あれみたいな、あれみたいな感じだったんですよ。もう本当にありがとうございました、たくさんの応援、ふわーふわーって感じだけどね、いいんですよいいんですよ本当に、あの嬉しかった、本当に嬉しかったです。そう、あの愛がとても、あ、じゃあちょっと待ってとてつもなくね伝わってきました、本当にありがとうございました。ゆうきさんでした、1位ゆうきさん。どうしよう、スクショタイムはこんな感じにしよう、1位はこうだ、スクショタイム、唐突突然始まるスクショタイムわいも嬉しかったです、よかったよかったよよかったよ、喜んでくださってよかった。あ、こちらもね全部というかツイッターにアップしますので、ぜひチェックしてみてください。よし、こんな感じです、こんな感じです。
で、なんとなく背景はね、この1、2、3位の方、背景はなんていうか、なんとなくのカラーで意識してるかな。こんな感じで。うん、パチパチありがとうございます。パチパチありがとう。あ、待って、スクショタイムいけた。そう、雲にしてみたんだよ。ちょっとなんか名前をなぞるだけじゃなくて、というか雲の方がいいかなと思って、ちょっと雲にしてみた。こんな感じです。どうでしょうか。どうかな、いい感じか。なかなかね、発光しててやばいんだけど。取れた？本当に？ありがとう。本当にありがとう。ゆうきさんもありがとうございました。いやー、たくさんたくさんね、本当に本当に100位までしかね、ちょっと読めなかったけど、でもたくさんたくさん応援してくださって、皆さん本当にありがとうございました。そうですね、あと次のね、あの枠はね、あの決勝もありますので、決勝分もある方は該当者の皆様というか、あのぜひね、また引き続きね、遊びに来てくださったら大変大変喜びます。もしかしたらね、もしかしたらですよ、いやもう間に合うように頑張るんだけど、もしかしたら次の枠ね、ちょこっと時間遅れちゃうかもしれない。どうだろう、わかんない。いや、次の枠ちょっと時間ぴったりに始められるかね、ちょっと心配なんだけどね、ちょっと。はい、できる限りちょっと次の枠時間通りに、あの配信できるように頑張りたいと思います。ちょっと押しちゃったからね。うん、皆様もお祝いの言葉ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、待ってるね。ありがとうございます。ありがとう。よしよし、そんな感じでね、皆さん応援ありがとうございました。そしてね、本当にあのもう改めて最終審査までのバトンをつないでくださってね、ありがとうございました。いや、なんというか、本当に本当に皆さんの1ポイント1ポイントがこう重なってね、ここまで来たんだと思う。本当にここまで来たんですよ。そう思うんじゃない、ここまで来たんですよ。本当に全てがね、重なってやっとここまで来たなっていう感じだから、本当に本当に皆さんね、あの応援ありがとうございました。ありがとう。私も皆さんにね、恩返しすることができて、できるから本当に嬉しいし、ぜひね、あの楽しみにしてくださったらいいなっていうか、嬉しいです。うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。素敵な1位と、そしてね、あの本当に皆さんもだけど、あの選んでくださったあの音響さんというか関係者の皆さん、そしてね、あのボイスラボのね、皆さんにも、ボイスラボさんの皆さん日本語がおかしい、もう本当に本当にありがとうございましたという感じでね、もういろいろ感謝しないといけない場所がありすぎて、恩返し頑張ります。本当に恩返しをね、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、この場をお借りして天川さん2度目の訪問ありがとうございます。ありがとうございます。うん、12日の泉ちゃんに受かったってお伝えください。もうタイムリープしなきゃだよね、それは。おー、飛べよーって言って、もうあのタイムリープしなきゃいけないです、それは。タイムリープしないとみたいな。それかもうあれ、 D メールで送らなきゃみたいな。もうそのネタはね、もうね、もうシュタインズゲートなんですけどね、もうシュタインズゲートもね、面白いんだよね。もういつか、なんていうか、どこかでね、あのシュタインズゲートとかもお仕事できたら嬉しいなと思ってるし、でその夢に向かって、いつかの夢に向かって頑張りたいと思います。ゲルバナできるで。ゲルバナできたらちょっと怖いですね。震えちゃうかもしれない。ってなっちゃうかも。うん、よし、そんな感じでありがとうございました。ちょっと待ってね、最後にギフトだけ、もしかしたら表示されてないのもあるかもしれない。ちょっと読みますね。高尾りんごさん、尊い、ありがとうございました。ありがとう、尊い、ありがとうございます。そして聖地さん、バラありがとうございました。ありがとう。そして聖地さん、音符もありがとうございました。音符もどうもありがとうございます。ありがとう。そして、聖一さん、かぼちゃちゃんもありがとうございました。ありがとね。そして、聖一さん、お芋ちゃんもありがとうございました。いただきます。うん、最高だね。そして、ちょっと待ってね。埼玉のおじいちゃんさんも、お芋ちゃんありがとうございました。いただきます。
うん、いい味だね。誠一さん、かぼちゃちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。そして誠一さん、流れ星ありがとうございました。ありがとう。いや、もしかしたらこれ絶対これね、下の方もあったはずなんだよね。本当に読めなかった方、本当に申し訳ない、申し訳なき、本当に本当に。でもね、お気持ちが伝わったし、あとあれだよ、あの現在の順位がね16位なんですよ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、たくさんたくさん応援ありがとうございました。そしてゆうきさん、バラバラありがとうございます。ありがとう、ゆうきさん、バラいっぱいありがとうございました。ありがとうございました。よし、ちょっとね、次の、うん、そうだね、そうだね、そろそろ誕生読みましょう。ちょっと時間がなくなっちゃうから、そろそろ誕生読みたいと思います。また決勝もね、待って何て言おうとしてたか一瞬にしてパンって吹き飛んじゃった。ちょっと待ってね、あの決勝の、あの枠もありますので、このあと23時からもしかしたら遅れちゃうかもしれない、ちょっとだけオーバーしちゃうかもしれないんですけど、23時からまた枠が始まりますので、次の枠がね始まりますので、遊びに来てくださったら嬉しいです。ちょっと壇上読んでいくよ。13位 JY さん、ありがとうございました。そして12位ブルーウィングさん、ありがとうございました。そして11位はハルさん、ありがとうございました。そして10位はチュリーさん、ありがとうございました。そして9位はブラウニーさん、ありがとうございました。そして8位は松本坊さん、ありがとうございました。そして、7位はモモンガさん、ありがとうございました。そして6位はりっちゃまさん、ありがとうございました。そして5位は、なははんさん、ありがとうございました。そして4位ははやちゃんさん、ありがとうございました。そして3位はたーさん、ありがとうございました。たーさんもいつも本当にありがとうございます。たくさんの応援ありがとうございました。ハートありがとうございました。そして2位は誠一さん、誠一さんもありがとうございました。絶対に名前変えちゃダメだからね本当にありがとうございました。誠一さんも好き、ハートありがとうございました。そして1位はサワムさんです。ありがとうございました。サワムさんもね、あのイベントに限らずたくさんたくさん応援してくださってありがとうございました。ラブだよ、ハートありがとうございました。パチパチありがとうございました。ちょっと待ってね、次の枠がね、ちょっとね時間が迫ってきてるから、そろそろ終わりたいと思います。皆さんね、来てくださってありがとうございました。そして984人の皆さん、そして星とかカウントとかギフトとかコメントとか、本当に本当にたくさんの応援ありがとうございました。このイベントもね、あのおかげさまで16位、本当にありがとうございます。そしてね、本当に予選の応援もありがとうございました。改めましてありがとうございました。いや、また決勝のお礼もありますので、遊びに来てくださったら嬉しいです。ということで、一旦この枠はここでおしまいにします。ありがとうございました。カウントダウンでお別れ3、2、1、ありがとうございました。バイバーイ。